虹の玉は、弁慶草か、万年草属に属する種。常緑の多年生多肉植物。メキシコが原産地であるとされる。日本には昭和38年頃トライした。原種ではなく交雑種とされており、後輩親は、極用と乙女心の可能性が高いとされ、学名もセダムエックスルブロティンクトムの表記を用いることもある比較的容易に栄養生殖で増える。 刺し木は茎刺し、葉刺しなどの方法が可能だが、葉刺しの場合は葉を地面に刺すのではなく葉を地面の上に置いておくだけの方が良い。葉を地面に刺してしまうと発根はするが、なかなか新芽が出てこないという現象が起きてしまう。また、刺し木の際はむやみに水を与えずやや乾燥気味に管理すると良い。不入シュのオーロラや後輩を雇されている乙女心では茎刺しなら、 問題なく発根するが、ハサシはほとんど成功しないので、注意要は、夏は、光沢のある緑で、冬になり、気温が低くなると赤くなる。5月頃に、黄色の花が咲く。本種の後輩親の一つとされている乙女心は、外形は本種によく似るが、本種の葉が能力色なのに対し乙女心では、かなり薄いライトグリーンでありまた紅葉期も、乙女心は、淡いピンク色となる。 本種と共に人気の園芸多肉植物となっている。もう一つの後輩を雇されている玉場は本種によく煮る。であり、乙女心イコールセダムとは限らないので注意。ありがとうございます。